まあ今日もですね、何かしら料理を作ろうかなと、思ってましてですね、何を作るかというと、まあ僕以前ね、メキシコ料理が好きだというふうに言ったかもしれないんですけども、メキシコ料理ね、今日メキシコ料理を作ろうかなと。まあメキシコ料理ってタコライス、タコライスっすね、作ろうかなというふうに思ってます。タコライスね、めっちゃ簡単ですよ。なので、まあタコライスなんですけど、タコスミートですよね。まあメインの作り方は、メインのレシピ、タコスミートをいかにして作るかというところが、まあ肝になってきますが、まずですね、玉ねぎみじん切りにしましょう。手元が映んないな。これ手元映るな。玉ねぎね、今回はまあ2個か1個か2個ぐらい使おうかな。僕ね、これタコスミートめっちゃ好きなんですよ。ドリトス買ってくるの忘れた。ドリトスにね、ドリトスというか、まあああいうトルティーヤチップスみたいなものにこうつけて食べるとか、かけて食べてもね、めちゃくちゃうまいんですよ。まあ玉ねぎみじん切りにしてください。目がちょっと目に来始めたぞ。いや、メキシコ料理ってめっちゃうまいからな。日本にメキシコ料理屋ってあんまないから、まあ、東京の方とか行ったら別なのかもしれんけど、あんま一般的じゃないですよね、メキシコ料理。めっちゃうまいんだけどな。やべえ、ニンニク切らしてるかも。うわ、買い忘れた。ニンニク買い忘れたぞ。うぜえ。しょうがねえ。また桃屋の刻みニンニクで代用すっか。うぜえなー。1個でいいかな、玉ねぎ。どうやろう。切らしてたと思ったらあった。よかった。ニンニクはまあ適当に入れましょう。今回は僕2かけくらい入れますよ。2かけくらい入れます。
よいしょ。あー、うまい。あ、刻んだ方が良かったかな。刻もう。刻みましょう。刻みニンニクでいきましょうね。今日僕お休みだったんですよね。だから料理を作ってるわけですけど、なかなかな、休みの日くらいしか作る気起きないですね。あ、おいい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 、いい感じになってきております。どうしよっかな、玉ねぎもう一個入れよっか。結構ね、今日肉がなんかちょっと多めなのかなと。いやでもどうしよう、いいか、一個でいいかな、一個でいいか、やっぱいいや。あれ、塩コショウしよう。まあ適当に塩コショウでも振って、まあ炒めてくださいよ。見て、コーヒーこぼした、やらかしたね。まあこうやって玉ねぎがね、ちょっとこうしんなりしてきたら、まあ肉でも入れたらいいんじゃないですか。今回は牛豚合い肉、合いびき肉でございます。ハンバーグとかによく使うやつかな、牛豚の合いびき肉。これバーン、オッケー。うわ、肉の量結構多いな。でですね、肝心なのが、まあ肝心なのが味付けですよね。スパイス、そのタコスミートって、まあ、スパイスが効いてるわけなんですよ。あれ、そのスパイスをどう、まあ、あのスパイシーな感じというかをどうやって出すかというのが今日の、まあ、課題というか一番のね、あれポイントだったりするんですけども、というか、実はというか、僕なんかこれさも普通にいつも作ってます的な感じでやってますけども、このスパイスを自分で買ってきて作るの初めてなんですよ。というのも、まあ僕タコスミートは作ったことあるんですね、昔、過去にも。でもその時にはそのシーズニングがあって、シーズニングが売ってたんですよね。なんでそれをもう入れれば自然にタコスミートになるみたいな、なんかそういうようなシーズニングがあったので、それを使ってたんですけど、今回はそのシーズニングが売ってなかったので、初めて一からスパイスから作るということを挑戦しようと。
で調べたところクミン、クミン、そしてナツメグ、チリパウダー、オレガノ、この辺りを使うみたいです。この辺りのまあチリパウダーはね辛みですよ、それはなんとなくわかるんですけども、ね、まあちょっと適当にやっていきますか。まず基本の塩コショウをしましょう。ブラックペッパーと塩、まあ、これまず基本ですね。で、ナツメグ、これもパッパッパッと、おお、爽やかな香りがしてきましたね。クミン、これも、うわすげえ、これだ、クミンだ、クミンだな。このタコスミートの一番の、タコスミートがタコスミートでたるあの風味、これクミンですわ。あ、クミン、クミン絶対マストで入れましょう。てかクミンが、クミンがもうほぼ主成分じゃないけどメインですね、スパイスでいうと。これはちょっとピリッと、チリパウダー入れてと、まあオレガノもちょっと入れておきましょう。ちょっとクミンを入れようかな。でケチャップを入れるらしいんですよね最後に。まあトマト缶とかでもよかったのかしら。ケチャップで味を整える。結構これタコスの、タコスっぽい味になりましたね。味というか匂いか。今ケチャップをちょっと入れまして、炒めます。
これはいいわ。ほら、そう、まあもうちょっとずつ入れようかな。スパイス、いや、やっぱクミンだな、これポイントはクミン、クミンパウダー。ああ、うわ、めちゃくちゃいい匂いする。メキシコの香りがする。うん、あ、でもちょっと待って、まだ足りねえな。何が足りない？いや、もうちょいスパイス入れていいな。もうちょっとガツンとスパイスの味が欲しい。なんかバジルとか入れてみるかな、チラッとね。ちょっとな、ちょっとだけウスターソースもちょっと入れてみよう。気持ちいい。もうちょっと塩を入れよう。あ、こんな簡単にできるんですね。もうちょっと効かしてえな。ちょっともうちょっとスパイシーな感じにしたいな。うまそうな匂いが。でも結構簡単に作れるなこれ、思ったけど。なんかちょっと甘いんだよな、玉ねぎか。ちょっと味濃いめの方がね。まあこれでご飯食べるわけですからいいのかなと。そしてまあそうこうしてる間にちょっとまあトマトをですね、まあさいの目状に切りましょう。の名称ってどうやって切ったらいいんだ。これ間違いミスったかな。あー、これミスったな。これじゃあサイの面なんねえもんな。あー、ミスった。まあいいや、まあいいや。
これ一回横に切っとくべきだな。いいでしょう。パンチ欲しいんだよ。もう一組入れるか。結果結構入れてもいいかもしんない。ガンガンスパイスはちょっと結構僕はパンチが欲しいので、結構クミンを中心にガンガンスパイス入れちゃっても問題ないのかな。まあね、こういうふうに、まあ、丼にご飯を盛り付けまして、まあ、ここにね、このタコスミートをまあポーンと、もう。作りすぎたな。でもまあこれね、これだけでうまいので全然作り置きしといて OK だと思います。そしてここにトマトゴーン、トマトゴーン、あーこミスったな、こっち先かな。このレタス系のやつもゴーンと、まあどっちでもいいです。あ、レタス敷いてトマトの方が綺麗かも。うん、そんな気します。ゴーンで、あ、チーズなかったか、チーズなかったかな。いや、あるチーズあります。まあとろけるチーズでも何でも、このこういうシュレッドチーズみたいのをファ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 、うわ完璧やこれ。これその辺のカフェのランチで出てくるもんだぞこれ。ほらこれ完璧に、もうその辺のカフェのさランチでしょうこれ。ちょっと食べてみましょう。いただきます。うわこれ絶対うまいやつじゃん。天才だな。うまっ、マジでうまいぞこれ。あ、うまっ、うまい、マジで。これね、その辺のカフェのランチでね、スープとね、スープとなんかセットとか言って900円くらい取っても全然いけるな。あ、おいしい。いや、これ絶対作ってほしい。マジで簡単。
まあ結論、あんまスパイス変えたくなかったら塩コショウとクミンだけでいいっす。うん、多分最悪ね。あ、美味しいわ、これ。うまい、またうまいの作っちまったわ。あ、美味しいわ。うん、まあ作ってみていかがでしょうか。